静岡大学夏季オープンキャンパス2014。今回は理学部地球科学科を紹介します。地球科学科って一体どんなことを学べるのかな。学科紹介ガイダンスの模様を見てみましょう。入学後どういうようなカリキュラムで、4年間が進行していくのかということを、ざっくりちょっと見てみたいというふうに思います。すごく大雑把に言いますとですね、入学当初はですね、専門科目と理系基礎科目、あとは教養科目といったようなこの3大科目に分かれて、そこの中でいろんな科目があるんですけれども、大体約半数がですね、就職します。1学年あたり半数弱ですね。これが、企業、一般企業と、あとは公務員が、1割ぐらいというような形になります。おそらくですね、皆さん、半数以上、もしかすると全員に近いぐらいですね、高校で地学を履修していないという場合があります。で、そのためですね、1年生のうちにはですね、地球科学の全体像を理解するための授業がしたいというふうになっています。まあ、科目名はいいですけども、地球科学入門とか地球科学演習といったようなとこ、あとはですね、もっと基礎的に教養教育とか、あとは新入生セミナーというところでもちょっと面白い授業をやっています。で、これ次の項目注意してください。で、静岡大学の地理学の地球科学科では、本校の地学に含まれる専門学、例えば太陽系とか星の進化とか宇宙の進化、そういったものとかですね、あとは気象学そのもの、これは、うちでは、静岡大学の地球科学科では扱っていません。で、逆にですね、本校の地学に含まれないですね、微生物の生態学とか、あとは生物の多様性、そういったものを専門にしている、教員がいます。なんでそういう微生物の生態とかが必要なのかというと、これはですね、説明するとすごく長くなってしまうんですが、非常に重要なんです。論文演習、卒業研究によって鍛えられる、このプレゼンテーション力というのがあります。私個人的なことを言いますとですね、人前でこのようにこうプレゼンするの非常に苦手なんですけれども、うちの、地球科学科の、一つの大きな売りがですね、実はこのプレゼンテーション力が鍛えられるということです。これ実はすごく、難しい能力でですね、ここの説明の最後の方にありますようにですね、静岡大学地球科学科の学生卒業生のプレゼンテーション能力の高さは他大学とか研究機関とか企業でも有名です。で、これはですね、そのように、プレゼンテーション力を鍛えるための、習得するための、授業で、ここに自分が調査した、内容などをこのようにスライドにして、黒板の前で、学生さんがこう発表していくというような、このようなことを毎週やっているというわけです。ここはこう何を示しているかというとですね、これいろんな実験を行いますよということです。で、2年生の時に地学実験とか地球科学実験というのがありまして、3年でもあるというわけです。で、卒業研究が始まりますと、実際の専門分野の解析というのを実験のような形で行っていく地球科学課題研究とか、地球科学卒業研究ということがこうあるということを示しています。で、自然現象というのはさまざまな要因がこう複雑に絡み合って成立しています。で、そのような複雑な対応関係とか因果関係というのを、正確に解きほぐすことが必要でして、そのためにですね、場合によっては非常に高度な分析機器を使ったりするというわけです。で、堅苦しい、説明ばっかりであれなんですけれども、地球科学科、我々はですね、よく野外に行きます。で、これ、ありますようにですね、下の方にありますように1年生の、地球科学野外実習という授業で富士山に登って、仲良く写真を撮っているというような、写真ですね、姿ですね。で、さっきの富士山とは別に、三浦半島の方で、このようなところに調査に行きます。
これ写真でこうやって楽しそうに写ってますけれども、実は 実習内容は何かと言いますと、ここの背景にありますですね、このようなしましま模様、これ地層っていうんですけれども、それがどのように積み重なっているのかということを捉えるような実習というわけです。このようにですね、学生さんにはヘルメットをかぶってもらって、まあ、安全に留意してこうやっているというわけです。このようにですね、場合によってはですね、川の中にジャムジャム入っていって、このようにですね入っていって、昼間はこのような調査を行って、夜はですねそれをまとめるというようなことなども、行ったりするというわけです。でその他ですね、例えば長期の休みを使って、まあ、地球環長期巡検という形で1週間から10日程度、まあ、北海道ですとか、まあ、中部地方横断とか南アルプスとか父島といったようなところに、希望者を募って、巡検に行ったりしています。で冊子の方にはですね、30ページですね、下段30ページの下段の方ですね、冊子の方には九州巡検について紹介しています。でスライドの方はですね、実は2009年に、まあ、北京、中国の北京に巡検したというような様子が、載っています。このように時折ですね、外国までこう、行ったりするというようなこともやっています。これはあくまで希望者です。で、地球科学科を卒業すると、じゃあその時にですね、どういう資格が取得できるかということをちょっとお伝えしておきます。一つはですね、教員免許です。高校一種が基本です。中学一種はちょっと、余分な授業とか余分な手続きをしないと。あとは人によっては放射線取扱いの主任者ですとか、あとは博物館の学芸員、研究室によって測量士補というような、まあ、資格が取れるというわけです。ただしこれは注意なんですけども、それぞれの資格に対して、まあ、どのような授業とか、まあ、単位を取るかということが決められています。ですのでそこはですね、ですね、入学時にガイダンスというのが行われます。この時にですね、まあ、これは地球科学科に入学した時のみではないんですけれども、入学した時にですね、将来設計に関わってきますので、何かこう免許みたいなものを取得したいと考えている人はですね、まあ、入学した時のガイダンス、それを注意しておいてください。でそのような形で、まあ、卒業するとどのような進路になるか、先ほどもちょっと、お話ししましたけれども、大体ですね、卒業生、44人のうちの半分ぐらい、半数ぐらいが一般企業に就職します。で5分の1ぐらいが公務員で、ですね、3割強ぐらいが、大学院で、ですね、4分の1ぐらいです、ね、が課題、他の大学も合わせて大学院に進学して、まあ、学問をやろうというようなものです。で、これは2014年度の卒業生の進路になるんですけども、この年度はですね、なぜか知らないんですけども、教員になる人がゼロだったんですね。たまたまなんだと思うんですけど、例年に3人ほど、まあ、高校の理科の教員になるというような場合があります。で一般企業っていうのは、ですね、例えば環境アセスメント系の会社とか、あとはドリルの会社、宇宙開発技術とか、あとはトヨタ、それぞれの学生さんの特性にマッチしたような企業っていうのを自分で選んできて、就職している例が多いというものです。